てますじゃーん。珍しい。やっほー、ハートもキラキラもありがとうございます。こんばんは、こんばんは、中村舞です。お風呂まだ。そうなの、珍しく。そうなんですよ。神、ありがとう。水色？確かに珍しい。うん。お疲れ様。ココアもありがとうございます。神さんと、前髪伸びるの早いんよね。そう、私も分けようかな、こうやって伸ばして。いや無理。茶髪っぽい？おー、確かに。うん、全然。配信で見たら確かにそう。あれ？どうですか？なんか、バチバチや、なってる。大丈夫そう？こりゃ。大丈夫そうですか？戻った？なんか、バチバチになってた。電波悪い。大丈夫？よかった。ループしてた？充電はあるんだけどね。で、ちょっと謝らないといけないことがありましてですね。あの、タワーのお礼今日するって言ったんですけど、髪が切れちゃってて、なんか足りなかったんですよ。なんでちょっと、ちょっともうちょっと待ってください、ごめんなさい、申し訳ない。紙入れしました、申し訳ない。するって言って、ちょっとまたやるとき言います。ありがとう。ペンライトありがとうございます。ラブも、もう今日は寝まくりの一日でした。なんで今生き生きしてます、結構こんてありがとう。もうすごい生き生きしてます。旧の公演不足、いやマジですいません、本当に出てなすぎてごめんなさい。とい、ありがとう。どうもありがとうございます。ジジイもありがとう。公演はですね、2月の前半もちょっと予定がないんですよね、今のところ。なんで、フクフェスがライブとしては、久しぶりに、まあ、リリベはあったんですけど、フクフェスかなぁ。遠足は、割と大丈夫ですよ。なんか、コンコンするときはあるけど、全然全然。喉は大丈夫。ハート神、ありがとうございます。2月22日にゃんにゃんにゃんです、フクフェス。以前に比べたら、そう
落ち着きました。だいぶ薬をなんか、そう、なんかさ、発作みたいなのがあったらさ薬使ってたんだけど、そのそれを使う機会が減りました。幕張リリーベでマイケを好きになりました。嬉しい嬉しい。また来てね。ディズニーみたいなまつげどういうこと。じゃーん、今日メイクしてるんで。うん、ありがとう。リリーベめっちゃ楽しかったよね。なんか久しぶりにライブした感じがあってそう、ありがとう。暗闇ポジ意外だった。暗闇ポジション、暗闇いろんなとこやったことあるかも。なんかさ、そうレッスンに出れてなくって、で一人でやってたんですよ。でそしたらなんか一人で踊ってたらなんか振りがだんだん分かんなくなってきて、なんか久しぶりだったからあれあれみたいになってでちょっと大丈夫かなと思ったんですけど、やっぱね音楽がかかるとね大丈夫でしたね。ありがとう。体が覚えてるね。体の方が覚える。折り目の曲って折り目ポジ以外ですることあるか。基本ないけどたまーにあるかもね。でも私は基本折り目がいい派なんですよ。絶対に折り目がいい派なのでそう、なんかね、やっぱりね、その自分のポジションってすごい大切なものなので、なんかその時の自分のなんかいろんな思い出とか気持ちがこもってるか詰まった、なんか詰まっ、なんかその時にしかこう、なんて言えばいいのかな、なんかそう、その時に与えられたポジションってすごい思い出が詰まってるんですよね。そう、なんで自分のポジションが基本、まあオリジナルやりたいですね。やりたい。でもたまーにまあいろんな理由があってできない時はありますけど、そう、マイシングル、マイシングル、いろんな思いでもらったポジションなので、そうですね、この時はこういう悔しい思いをしたけどこのポジションをいただけてこういう思い出ができてみたいな、なんか一個一個悔しいもいい思い出、嬉しいもたくさんあるし、
うん、思い出っていうか、なんかその時の記憶とかがいっぱい、うん、ありがとう。ヘタレのフロント嬉しかったな私も嬉しかった。7枚目シングル、6枚目シングルは結構自分の中でこうどん底期だったので、7枚目でフロントに、そうフロント いただけたのが嬉しかった。思い出ある。なんか6枚目のさ、独り言で語るくらいならの中間ぐらいな、ヘタレたちをまだ出る前全然ぐらいの時に占いに行ったんですけど、なんか占いですごい結構言われたんですよ。でなんかすごいなんかね、もういっぱい言われて、もうでもなんかその後に占い師さんがなんかでも秋ぐらいになんかいいことがあるみたいなこと言ったんですよ。いいことっていうか、なんかガラッて変わるよみたいな言われて、スパルタの占い師じゃなくて別のもう一個占い師さんに見てなんか言ったんですよ、プライベートで個人的に。でそう、なんか秋ぐらいにいいことあるよみたいな、続けてたらみたいな。私基本仕事占ってもらうんですけどそう、そしたらヘタレたちが、まあ、秋発売とか秋撮影ぐらいだったかな、そうそう、ちょうど時期がかぶっておーんってなりましたありがとう。まあ、信じるかどうかって、いいことやったら信じますね。占ってもらってない。もう。おししかかたん、ありがとう。出ないなぁ。占い。定期的に行ってないよ。なんかなんで行ったんだろう、もう覚えてないんだけど、その時なんか2回ぐらい占い行って、1回目はスパルタの占い師さんに、もう本当にもうすっごい言われて本当に。で2回目は2回しか行ったことないかも。ボコボコにされた。なんかすごい言われた思い出ある。ちょっとしょげたし、ちょっとちょっとプンプンした。ライト、ありがとう。占いにもセカンドオピニオン大事です。なるほどね別のとこ行った方がいい。次いつ行くか、いや行く予定ないなあ、ほんまに。
いや、そのなんかボコボコに言われた人はもう卒業しちゃったんですけど、あの今泉みりあちゃんっていう2期生のこと言ってたんですよ、2人で。もう帰り道にめっちゃなんかずっと占いの話ばっかりしてて、え、なんであれ言われたんだこれ言われたんだって怒りながら帰ったもん。うん、ミリアも言われてた。すっごいなんかもう言われてるなと思ったし、私も言われて、当たってた。いや、なんか当たってたとかじゃない、もうなんか頑張れって感じだった。なんかやりきってないみたいな、なんか、あの、松岡修造さんタイプじゃないけど、なんか、もっとやれみたいな感じの占い師さん。なんか、全力でやってないんだよみたいな、ちょっとなんか、ちょっと怒られる系。何占い？タロット。タロットだったかな？カードペリペリペリってしてた。ペリペリってか、ペラペラなんかしてましたね。スパルタタロット？金払って怒られるいや、だからちょっとねえ、まあねえ耳がと、占いね。でもどうなんでしょうね、もういかんかもしれん。ありがとう。可愛い結婚してた子ありがとう。なんかさ、今の仕事向いてないよとか言われたらさ、結構逆に燃える。占いに勝ってやろうって思う。なんかなんでそんなこと言われるんやって、占いに勝ってやろうってちょっと思ったりする。反発。ねえ、まあどう占いの使い方ねえ、まあちょっとね、負けるもんかみたいな勇ましいだろう寂しいとは思わんけど。占い好きか？いやー、どうやろう。でも久しぶりにちょっと行ってみたくなったなこの中に占い師の方はいらっしゃらないですかね。
手相見せて。え、なんか大丈夫かな、なんか手のひらとかあんま見せちゃいけないんじゃない？一瞬だけ。何が指紋採取しちゃうよ、やだやだ。でもさ、指紋って変えれんのかな、まあ、変える必要ないんですけど。何もしてない。なんかでも一回ね、やけどしたんですよ。あの、こう、ヘアアイロン？ヘアアイロンを持っちゃって、そしたら、あの、指紋がなくなって一回、めっちゃツルツルになったんですよ、ほんと。もう、マジでツルツルの指になって、指紋がなくなったって思ったんですけど、また復活しました。同じ指紋なのかな？わかんない。なんかやけどとかするとさ、指紋一回なくなったりするよ。え、本当に本当に指紋認証はあんまないけど、すること。指紋認証ない。携帯？顔認証しかない。いや、割とすぐ復活した。人間の力ってすごいなと思った。あの、なんかね、こんな渦巻きみたいなのがさ、また復活してさ、すごくない？ありがとう。ロックしてないか？え、してるよ。もう大事ですから。携帯落としたりしたら大変だし。スマホ落としただけなのに？え、見たことある。あれなんだっけ、どんなんだやつだったっけな、見たことあるんだけど、めっちゃ怖かった。白石麻衣さんの、そう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 、顔認証双子だと突破できることあるらしいね。そうなの？似てたら？でもさ、世界にはあの似たような顔の人が3人いるみたいな言うじゃないですか。だからさ、多分突破できる人あと2人ぐらいいる。姉妹でも、いや、お姉ちゃん、お姉ちゃん絶対違うと思うけど、姉級？姉級の顔認証、いや私絶対突破できないと思うよ。似てないの？いや双子までそっくりじゃないからさ、まあちょっと似てるとは思うけど、わからん。なんか大きくなったらさ、大人になってもうなんか似てるかどうかってあんまわからん。
なんかさ、昔は思わなかったんだけどさ、親がさ、おじいちゃんとかおばあちゃんにそっくりになってくる。あの、なんて言うんかな。この現象わからん？なんか、うちのお父さんとか、おじいちゃんにそっくりだなって、なんか思い始めてくる、大人になればなるほど。え、めっちゃ思うよね。なんか、子供の時は思わんかったけど、めっちゃそっくりやなみたいな。わかる？え、あるあるだよね。うちのお母さん、もうおじいちゃんに似てて、おじいちゃんに似てるなんて言ったら、めちゃ、なんか、ちょっと、って感じだったから、あんま言ってないけど。え、めっちゃ似てくる。私もそうなる。私もお母さんかお父さんに似てくる。見た目もだし、なんか性格ってか行動ってか、なんだろう、なんか、言うこととか似てくる。しかもそれが大人になってから よりなんか感じる。うわー、なんか似とるなーって。全部歯で噛み切る。あ、うちのおじいちゃん、あの、すごい手とか使わずこうカーってやったりするんですけど、お母さんはしないですね。そこは似てないわ。でもお母さんはすごい穏やかそうなんですけど、あの、車のハンドル持ったら結構ワイルドになるので、多分根はワイルドなんですよね。なんか急にちょっと あの、変わる。血がワイルドの血が流れてるから、私もそうなるかな。運転、私多分人見知りすぎてさ、こういうのできん。あの、あるじゃん、なんかわからん、どういう時にやるかわからんけど、なんかこうすれ違う時に、なんかどうにかこうにかなったらこうやって挨拶する時あるじゃんとか、あ、なんか、あ、入れてもらったり、あの、こうこの道に入りたい時に、あ、そう、譲られたりした時に、多分絶対できん。あの、ちょっと。人見知り。目合わせる。なんで免許取らないか。もう取っても乗る時がないからですかね。うん。車持ってないしね。ハザードランプ？え、なんだっけ、あの、て、てん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 で愛してるみたいなやつ。あの、誤解光らせたら愛してるみたいなやつ。あ、ブレーキランプ？え、わかんないけど、なんか、パン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 で愛してるの意味だよ、みたいなやつ。未来予想図？
それかな。ブレーキ踏む？誤解？ハザードランプとブレーキランプ？え？なんだっけ？よくわからん。一緒じゃない？別物？ハザードランプってさ、愛しさのアクセルの歌詞に出てくるよね。出てこん、歌詞が。違うって。ウインカーわかる？どっちに行こうかな。み、あれ、え、ウィンカー？ありがとう。迷って、どっちに行こうかな。右折か左折か、どっちにしようかな。ワイパー？もう私ワイパーのさ、気になるところがあります。さ、ショールームの画面だとしたらさ、これがワイパーで、ここどうするんですか。もうここの部分、ここの部分拭けてないですよみたいな。めっちゃ気になるそこ。だからさ、こういうさ、みたいなやつならないですかね。私これちっちゃい頃からずっと思ってた。なんか親の車に乗ってさ、なんでここは拭かないんだろうみたいな。あ、見えるとこだけってこと？視界に入らないから。でも気になる。運転の邪魔にならないから。でもね、気になるね、やっぱり。ここだけの部分、ここ。マスクしてたらメイクしないのと一緒。見えるとこだけしちゃうみたいな。そうかな。そういうことか。マスクしてるから、じゃあ目だけメイクしとこうみたいな人と一緒ってこと？納得したか。ありがとう。まあね、確かに視界をね、見えるとこだけでいいもんね。なんかさ、ショールームで映らない部分みたいになってるけどさ、本当にさ、何なんですか？私のショールームで映ってない部分がどうにかなってるんですか？もしかして部屋が散らかってるとか言いたいんですか？物はまあ多いですね、確かに。
履いてるの。履いてますよ。でもちょっと映さないときます。なんかあのさ、いやね、確かにショールーム、あの、下は割とどうでもいいじゃないけど、なんかだるぎりのときとかよくある。履いてないことはないんだけどね。なんか上と下合ってないねみたいなときはよくあるかも。今は今ねスカート履いてるよ。スカート履いてるよ。見して、やだ。やだよ。嫌だね。見してもう本当に。あの、あれですよね。なんか、見えないものこそ見たくなる。今、みんな多分そうなってる。ダメって言われたから、より見たくなってる。ダメです。見えないものを見ようとしててみんなが言ってる。見てんのか、ハラスメント。そうですよ。ハラスメントですよ、本当に。守りたい子の笑顔、ありがとう。今日もありがとう。でもね、たまにね、こう、スマホが転げ落ちることがあるんですよ。怖い。ごめんして、ありがとう。爪キラキラしてる？塗った。わかりづらいよね。さりげなく塗った。多分めっちゃ気づかんと思う。ネイルいいんだ。いや、いい時と悪い時がある。そうなんですよね。そのなんか公演とかライブとかは撮らないとダメ。そのなんかなんて言うんですか、レッスンとかは全然大丈夫。そうなんか映る、お仕事で映ったりするときとか、そういうのはダメなんです。お話し会はね、多分いいと思う。衣装じゃなかったらいいかな。いいはずなんだけど、分からん。どうだろう。
もうなんか STU ちょっといろいろと一回厳しくなったりとか、いろいろなんかわかんないですよね。もうルールがよく改定されたりとかするんで、多分なんかね、どうだろう、わかんないや。高速みたいなのある、あるかも。レッスン着の中出し NG、 そうだよ。でもそれは結構みんなちょっとなんでだーってなってましたけどねそうだね。見せたいっていうか、多分レッスンはね、まあ普通に体型とかも見えるから、お腹出したいっていうよりかは普通に、もうお腹が出てるレッスン着とか割とあると思うよね。ちょっとなんか、出したいっていうか、自分でなんか意識の高さっていうか、なんて言うんですかね。鏡あるし。別にそんな深い意味はないと思うんですよ。そう、でもなんか NG みたいになった時ありましたね。からん、もうなんかなんやろ、私服はどうかいね、わからん、可愛いけどね。研究生との連絡先交換できない。あ、まあ、それはでもあるわ。それはでも。でも自分が研究生の時はね、あんまなかったんですけどね。なんか、自分が、本当はしちゃダメだったのかな？わかんないや。でもね、私、研究生の時に連絡した記憶があって、っていうのも、入って3ヶ月ぐらいでもう講演出るってなってて、で、わかんないことあったら聞いてねって、そう、同じポジションがみちゅさんだったんですよ。で、みちゅさんが連絡くださった記憶があって、そう、なんか、自分のポジションでわかんないとかあったら聞いてねって、すぐに、そう、教えてくださって、そう、だから、結構そういうので、なんか、ダメだったのか分からん、あんまなんか詳しく禁止された記憶はそこまでないんですけど、なんでその時ね、一緒にもうずっと活動してたんで大事だった。入りたての2期生、覚えてないなぁ。いや、してないと思う、交換。今もしてない。かな。
私まあ会うことがちょっと少ないってのもありますけどね。2期生今も、いや2期生じゃないよ2.5 期生と3期生してない、2期生はしてる違う違う毎休自分から連絡先聞くか、いや聞かんかも、聞けないけど、グループ LINE とかから勝手に追加して中村おいでーすみたいな追加してくださいみたいな感じにするかななんか聞かないかな、ちょっと苦手ですね。だからさ、そう、アイドルズの時も連絡先がずっと聞けなくって、でもアイドルズでグループ作ろうってなって、作ってから、そのグループから、こう、ポチって押して、で、そのナッピさんとかに、ナッピさん、今から追加しますねって言って、追加ボタンを押しました。その目の前で今から追加しますって、そのグループを作ってもらってからしたりするかも。そう、キラちゃんもそうだった。キラちゃん今からやりますよって、ちょっとね、自分からなかなかね聞くのね結構あれですね。ガツガツ来るのは OK、 全然嬉しいですね。なんか自分からいけないなかなかなので、ありがとう、ありがとう。誘うより誘ってもらう方がいい。そうだね、本当にね。私なんか気兼ねなく誘えるのは、まあ、おきちゃんだな。あとはメンバーみんな誘われる方がいくかな。おきちゃん、いや、あとはみんなあれかな、先に私がスケジュール検索するかな、して、そうだね、いなくなったら困る。そうだよ、本当にもう本当に誰かとちょっと止めてきてくださいよほきちゃんを本当に。
まひなさんは、まひなさんはどうだろう、誘われることの方が多いですかね。自分から誘う、うん。か、あれ、私あれって言うわ。今日行きましょうじゃなくて、ご飯行きたいですよ。いつ空いてるんですか？って聞く。そしたら、そう、空いてる日とか教えて。ココアさん？ちょ、ココアさんはね、誘いはね、もうドンキに行く誘いしか来ないですよ。もう本当に。マイ、今からドンキ行こうって LINE が来るんですよ。あはい、行きましょうって。ドンキホーテに行く誘いの LINE かよまあ、今からドンキまで歩くよみたいな。あドンキ、何でもあるんでね。ドンキの後もうない。解散、ドンキに行って。ドンキ直行、ドンキから帰って、バイバーイって帰り道。終わり。しかも私誘われてココアさんにドンキ誘われて行って、そしたらココアさんは全然もうそんなに物買ってないのに私の方が大量に物買って帰るんですよ。誘われた方が。で、なんか前の方が買ってるじゃんとか言われて。帰る。焼き芋？え、この間もそれ、なんか前ドンキに焼き芋買いに行くよみたいな言われた気がする。LINE。で、ちょうどその時、そう、東京いて、行けなかったんですけど、ドンキ誘ってくれる。ドンキだけの関係なのってちょっと今度来たら言います。私たちってドンキだけの関係なんですか。重たい？ドンキ仲間だから。ご飯行かないの？でもなんか二人で行ったことないかも。行きたい、お母さんと。ココアさんでも何食べるんだろう。なんかココアさんが食べとるものあんま想像できんねんけどね。割り勘、でも私割り勘が好きだな。誰とでも割り勘がいい。なんか先輩とかだからってなんかじゃなくて割り勘がいい。なんか気使うくないですか。割り勘かお会計別。千穂ちゃんとも割り勘か？もう千穂ちゃんはちょっとだけ多く出してくれるときがよくあります。で、うわーってなんか、何ですか？こう、大体で、こう、合わせるんですけど、じゃあいくら出していくら出そうみたいな。でもなんかちょっと上回って出してくれたりするんですよ。
だ、そのなんか、ちゃんとってな、そのなんか、よく行くから、毎回そんな一緒に、なんか、ご馳走してもらうとか、そんなんじゃなくて、もう、何ですか？そう。多いかも。舞ちゃん先輩にいてほしい。私でも先輩感もなくないですか。私パイセン先輩って呼んでほしい。全然先輩感ない。なんか部活とかでも先輩とか呼ばれることなかったんで。あの週1回しかない部活だったんで。舞先輩が中村じゃない。中村じゃない。違う。おやすみってみんなが言い始めた。そうなんかい？おやすみの時間なのかい？ちょっと壇上呼ぼう。ちょっと待ってね。よいしょ。福太郎さん。みやさん。サンキュー青い鳥さん。今日もかわいいキューさん。今日もかわいいキューさん。きなぺこさん。元町さん、東京のスワンさん、お疲れさん、くまねパパさん、KY さん、ゆずきちさん、やまちゃんさん、四九さん、ありがとうございます。おやすみなさいませ。また明日。59分。たくさんありがとうございます。ギフトも見てくれてありがとう。サンキュー、センキュー。おやすみ、また明日。ラビュー。おやすみなさ、おやすみなさい。ありがとう。明日は土曜日です。ん？土曜日です。え、金曜日？あ、土曜日よね。曜日感覚が、わー。